ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、実編者一句原作三代目神田白流口実速記より矢字北矢字路兵北八東海道中日作り下これは明治41年頃に 口実速記記録として残されたものより朗読いたしておりますそれでは本文をどうぞ 1> 第一編、えー、今回ご所望によりましてかの有名なる国系小説八次郎米北八の 道中ひざくりげのお話を申しし上げることとなりました実は私もこれまで「種々ありきたりましたる諸行団」「200猶予余り」というものしゃべり尽くしましてほとんど種も尽きんという場合に至っておるのでございまするが今回どうかこの やたいいとのお求めでございますだ大い体い私どもの行程は「講釈し見てきたような嘘をつき」といってまるっきり形のないことを申し上げるというわけではない幾分か事実のありまするところのお話を幾分か上手に嘘で引き伸ばすというようなやり方でございまするが。 しかしこのやじきたなんとか言える人はあったかなかったかどうだかその辺のところが一向取り留めがつかないのでございます。どうやら跡形もない人間のことをかれこれと弁じますることはどうも講談師の立場として大いに迷惑を感じる次第でございまするから再三再始事態に及んだのでございます。ところが それはどうも世の中の進むに従いさような小さな了見ではいけないではないかすでに今の小説家というものは全く形のないことを礼礼と書き立てるすると世間の人はあの小説家はこういういい文を書くここにはどうも絵も言われぬ力があると言って人々がこぞってこれを愛読をされるのでありますよって 別段ないもだからといってあえて差し控えるには及ばぬ愛読書君はその中の事柄を知るとどぼちに縁者の口調特殊の名所に趣味を感じられるのであるからぜひ一つやってもらいたいとのお言葉でございますそこで万やむを得ざる場合によりまして本日より実編者一句先生が 可燃の苦心をもってお表しになりました矢字北東海道膝ざくりの小説を高段口調をもってご披露をがまつることでございますだいたいこの一句という先生はどうして各もお調べになったものかいやしくもこの小説の上に現れておりまするところの国々の気配 または言葉りというものはちゃんとその国々に当てはまっておりまして実にそのお腕前は恐れ入ったもので一つとして間違ったところはないのでございます。しかしながらこれを私が講談上で申し上げることになると第一言葉癖国りというものをそのままに申し上げるということはできないのでございます。 と言って決して一九先生のやられた趣向を壊してしまって国ところを違えまたは滑稽上の趣味をそぐというわけではありませんそれは一九先生のやられたものをそのままに演ずるのでございまするがただ一国一地方に偏った言葉癖鉛方言というような。 他の国、他の地方の人が読んで首をかしげるようなものだけを直しまして北は千島の北端より南は台湾の南端に至るまで名も進んでは世界万国の現在および未来英劫語の間に生まれきたっていかようとも日本普通の言葉のわかるものが 一読のもとに「なるほど」と「がてん」の行くように最も普通の言葉を持って演じとぼす考えでございますからその段はあらかじめご了承のほどを願いおきまする。本来この「膝栗毛」の作者一九先生はご当人からしてなかなか滑稽にできた人でもっともこの人は寛政の頃江戸は通り油ちょぼなる 問屋蔦屋十三郎方に汽職してあられた個人でございましてすべてやり方が何事も滑稽的に落ちるのでございますある時江戸の金満家より招かれまして夏のことでございましたがわざわざその宅へ参りますると主々なる凶を受けまして主人が「まあ先生熱い自分だ」。 湯に一つ入って汗を流しなさい」と主の勧めによってようよう湯殿に来たりまして行水風呂へ入って身体の汗を流した心が何とも言えぬ良い心持ちになりましたそこで一句は「いや今日のような気持ちのいいことはないどうも湯へ入りまして気がせいせいといたしましたどうでございましょうご主人 この湯桶を私にくださるというわけにはなりますまいか。十分当人は気に入ったものと見えまして、妙なものを所望いたしました。ところで主人は、それは何よりお安いことだ。気に入ったらおあげ申そう。いずれ後から小僧に持たせてやりましょう。いやいや、私がいただいて帰ります。とついにその湯桶をもらいまして、 こいつを頭からぽっかりかぶっていとまを告げてのこのこ往来へいでました。まるでなんのことはない。風呂の化け物が往来をするというありさま。さあ行き来の者はこれをながめると「ハンダあの人は妙なものをかぶってくる」とみなみなくつくつ笑いだした。そんなことには頓着なく。 カエルの行列向こうを見ずどんどん無見当に歩いて参ると思いがけなく向こうからやってきた一人の侍にぽっかり行き当たりましたから武士は肝をつぶして「ほら無礼者めんということをいたすか」と大層怒りますると桶を差し上げ顔を出して「俺はこうやって桶をかぶっているだから」 向こうが見えなないいじゃないかお前の方から気をつけなさい」と済まし込んでどなりつけた時にはさすがの侍もあきれ返ったというそのままどしどしと宅へ帰ってしまいました大体いい無頓着な人間でございますから武家であろうが何であろうが少しも遠慮はしないこういう気立てのお方でございまして ずいぶん人を笑わせることがつどありまするのでそれでこの人は酒はなんぼでも飲みたいというのが病でありまして「先生お前さん酒はどのくらいいけますんまあ銭の回るだけ飲みたい」「一貫あったら一貫感貫あったら実貫とあればあるだけ飲んでしまうというたちでございますから」 年中貧乏で暮ららししておられました自分の家に飾りつけまする書道具なんかはまるっきり売り尽くしてしまうというたちでしまいには大抵自分の座敷の書道具は絵を持って飾りつけましたまあ例えば正月なれば床の間に鏡餅を据えましてこれもじっと見ると筆で書いてある三月にひな道具を書きつけました。 5月に武者人形を表す本になれば仏壇をドイツへ描いてこれをじっと見ております。何もかも書道具は壁に貼り付けてあるという妙な太刀でございます。ある年の正月元日結構なお天気でございまして一杯飲んだその後にはまず世間の義理礼歩きをいたしたいと思いまするが。 第一表へ来て出る紋付きの衣類もないという始末で火鉢のそばに座り込んでぐいぐい飲んでおりますると近づきの本屋の主人ガラリッと表を開けまして「先生まず明けましておめでとうございます」「給湯はいろいろご面倒を願いましてどうもありがとうございます」「当年も相変わらず また珍しいものを発行させていただきとうござりまする」とさすがは泰家の主七子の紋月あるいは仙台平の袴上着下着ともに当期流行のものをぞろりときまして挨拶にやってきました「いやあこれはそうそうからありがたい」しかし今日はちょっとお前さんに銭もうけのお話がある。 私も妙なものを発明をいたしましたがまあともかくもこっちへ上がってくださいあ,あそれはどうもありがたい何ぞお書きになりましたかそれについてこのままお話をすることができない少しお前さんに身を清めてもらわぬといけないから何ですって身を清めるとはともかくも世に行ってきてください体を清めた上で 一つ銭儲けのお話があるんだ。ほうほう、そうでございますか。どういうお話で。さあ、それがこのままではお話ができぬのだ。ああ、何はともあれ、一つ向かいの家へ行ってきてください。え、ええ本屋の親父も変な顔をいたしました。どうも、これからまだよほど礼に回らなくちゃならないのですから。ああ、そうでもあろうが。 ちょいっと湯に行ってくださいここで皆何もかも脱いでお行きなさい私のこの土寺を着て行ってください」と無理にその主人を勧めまして辻向こうの銭湯へやることになりましたこっちも商法のことでございますから先生が何か珍しいものをこしらえたもんだと思って不祥不祥ながらもまず旅から脱ぎ始めましたそのまま 1区の土寺と三尺を借りまして、手ぬぐいを携え、筋向こうの銭湯へ出かけました。すっかり体を洗い、湯やから立ち返って参ります。ると大いに驚いたのは1区がおりません。おやおや先生、どうしたとあたりを見ると自分の着てまいった。羽織から袴御月の衣類に至るまでまるっきり。ない これは大変だとうちを探し回ったが誰もおりません奥にはこたつがしてあるから仕方がない本屋の主人はこたつの中へ入って待てども待てども帰ってこないようようその日の夕景に一九先生、例の羽織袴を着てほろよい期限で帰ってきましたいやご主人、じおおきにお待ちかね おやおや先生どうしたんですおかげでもってお前さんの羽織袴で私も礼歩きがすっかりできましたあっちこっちで編集をいただいてああいい気持ちださあ着物を返すぞ本屋の主人はあきれ返ってしまいましたとんでもない計略にかかったと自分はその日一日礼歩きをすることができなかったという。 ずいぶん大体こういう滑稽写楽なお方ですからいよいよ自分の名数終わった後までも滑稽的にやられましたこの人は天保の2年8月の7日に67歳で死なれましたがその時のお話はまた次回今日はこれまで。